1902年の地図アハルツィフ軍は、ロシア帝国、グルジア民主共和国及び、グルジア社会主義ソビエト共和国に存在した軍。アハルツィフをその中心とし、1840年に設置されてからは主にチフリス県に属した。ニコライ一世による1840年4月10日、交付。 翌1841年1月1日発行のザカフカース地方の管理機関令によって、グルジのイメルチア県内に設置された。1846年12月14日には、カフカース総督府の命により、アハルツィフ軍はアッパス・トゥマンとヘルトビを吸収する形で、クタイス県の一部へと再編成された。1867年にはさらにチフリス県へと移管された。 その後、ロシア帝国の崩壊と、グルジア民主共和国、グルジア社会主義ソビエト共和国時代を経て、1930年にアハルツィフ軍は廃止された。チフリス県の西端に位置し、面積は2365平方ベルスタ北側クタイス県との境は、アハルツィフ三脈役で隔てられており、西側バトゥーム州と南西側カルス州との境界も高い山となっている。 シフリス県内東側アハルカラキ群との境のみが平坦である。カルス州及びアハルカラキ群との境には、クラ川が流れる。1913年の時点でアハルチフ群は、アジゲン村、アツフル村、アツフル区、イドゥマラ村、バルハン村,村、バレ村、ウデ村、ウラベリ村、ウラベリ区、キジン村、コブリナンク、レピス村の13の区域に分かれていた。 1897年ロシア、帝国国勢調査によれば、軍の総人口は68,837人であり、使用言語別の主要な内訳はとなっていた。軍都であるアハルツィフの人口は15,357人。住民の大部分は小麦栽培に従事していたが、低地部で栽培されるリンゴと梨もカフカース中に輸出される名産品となっていた。 両方も盛んで、蜂蜜や蜜蝋の産地としても知られていた。ありがとうございます。